本番でもピット離れが良かった6号艇の中村英二です。スタート展示では1-2-3654の2対4と分かれていました。ボートレース三国第52回しぶき賞シリーズの4日目予選最終日の競争です。朝の4つの企画レースが終わりまして、競争水面は第5レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇桐本康富、2号艇富山博之、3号艇今垣幸太郎、4号艇萩原丈太郎、5号艇小坂風太、6号艇中村英二、以上のメンバーです。インコース向かっていきますのは1号艇の桐本康富です。ここ勝って得点率 6.43、 2着で 6.17、 勝負がけの一戦です。2コースへと向かう2号艇の富山博之、昨日の2走はともに船券に貢献しています。本番でも3号艇今垣幸太郎が引っ張って3コースの角、昨日の2走は連勝ゴール飾っています。4コースに6号艇中村英二、5コース5号艇小坂風太、6コース4号艇萩原丈太郎とスタート展示と同じ並びで2つに分かれています。1号艇桐本人気の中心、3号艇今垣人気対抗格の一戦です。進入はインコースから1番2番3番6番5番4番です。スタートしました。1号艇の桐本、2号艇富山コースタートを切っています。逃げ体勢1号艇の桐本、2号艇富山、刺してまくりに行くのは5号艇小坂、打ちつくのは3号艇今垣です。1号艇桐本にへさきをかけようとするのは3号艇今垣、外2号艇富山、さらには5号艇小坂、後方6号艇中村と4号艇萩原並んでスタートは正常です。内から3号艇の今垣が迫っていきますが、先前体勢1号艇桐本若干ターン流れていく。この間に2号艇富山が内から飛びついて、2号艇富山先頭争い、外3号艇今垣と並んでいます。3番手も5号艇小坂内から、外には1号艇の桐本、あとは6号艇中村、4号艇萩原最後方です。先頭争い、今度は2号艇の富山先前、差し返しを図る3号艇今垣、さらには5号艇の小坂に1号艇桐本も、ここで一定心前2号艇富山先頭、3号艇今垣が2番手、離れた3番手は5号艇小坂が上がって、1号艇桐本は4番手に交代です。先頭2号艇の富山博之、3号艇の今垣が内をついて差を詰めにかかります。外を握る5号艇小坂、さらには1号艇桐本も内から食らいついて、3番手争い5号艇の小坂がわずかに前も、1号艇桐本再び並びかけます。離れて6号艇中村、そして4号艇萩原最後方、最終周回と入ります。先頭2停止のリードは2号艇富山、そして3号艇今垣2番手、抑えて回ろうとするのは5号艇小坂、内から1号艇の桐本です。3番手は5号艇小坂風太が2停止から3停止前、2番3番5番で最終ターンマークです。2-3-5ですと3連単は128倍です。2号艇の富山博之が先頭、これが待望のシリーズ初白星。3号艇今垣ですが2番手、そして5号艇小坂が3番手、取り切りまして第5レースまもなくゴールです。先頭は2番富山5輪、2番手3番今垣5輪、3番手は5番小坂が5輪、1番桐本、6番中村、4番萩原ラストでゴールインです。